いつもご覧いただきありがとうございます今回は米メディアの大谷翔平選手に関する最新記事をご紹介いたします大谷翔平、エンゼルス対談は決定的米メディアが予想、かなりの穴が空くロサンゼルス・エンゼルスからフリーエージェント FA になった大谷翔平選手は他球団と交渉を行っているがまだエンゼルスと再契約する可能性は残されている それでも移籍が決定した場合エンゼルスにとって大打撃であると米スポーツメディアスポーツイラストレーテッドが報じたワールドシリーズ終了後独占交渉期間を経ても進展がなかったエンゼルスは大谷に対してクオリファイングオファーを提示事前に予想された通り大谷はそのオファーを拒否し他球団と交渉する決断を下したエンゼルスの望みがついえたわけではないが 大谷がエンゼルスと再契約する可能性は極めて低い状況となっている同メディアはエンゼルスが大谷を失った場合ロースターにかなりの穴が開く可能性があると指摘しそれを踏まえてエンゼルスが取る行動を予測した最初にエンゼルスは2024年に少なくとも2人か3人の質の高いスターターを必要とすると報じ先発投手の補強に動くとの見解を示しているさらに大谷の代わりとなる指名打者 DH としてドジャースから FA となった JD マルティネス外野手の名前を挙げたまた過去3度 MVP を受賞したマイク・トラウト外野手をはじめとして怪我人が多発するポジションの補強も必要になると予想している大谷翔平の去就決着が秒読みニューヨーク式記者が運命のウィンターミーティングで最大の取引が成立すると指摘期待のスーパースターの移籍先が来週決まるかもしれない。 現地12月3日から6日日本時間4日から7日に米テネシー州ナッシュビルで開催される MLB ウィィンンターミーミティング全3 9球団のオーナーや GM 監督運営担当者エージェントら球界関係者が一堂に会するビッグイベントで来季以降のリーグ運営やさまざまな会合選手の獲得トレード交渉などが行われる MLB の移籍情報に精通している米市。 ニューヨーク・ポストの敏腕記者ジョン・ヘイマン氏は来週のウィンター・ミーティングでは大きな取引が行われる可能性がありもしかしたら最大の取引が成立する可能性があると指摘関係者らは米球界最大の会合で発表されるモンスター契約に密かな期待を抱いているようだヘイマン記者はウィンター・ミーティングで議論される大物メジャーリーガーを列挙無論最大の目玉として大谷翔平 ロサンゼルスエンジェルスススジェがリストに名を連ねた現地11月30日に掲載された「ニューヨーク・ポスト」の記事を見ると「ロサンゼルス・ドジャースは1年以上翔平・大谷を絶望している」「大谷は南カリフォルニアがお気に入りだと信じられているし暫定的だがドジャースが移籍先の最有力候補であることに変わりはないだろう」と言及するだが一方でシカゴ・カブスとサンフランシスコ・ジャイアンツも有力と見られており トトロントブルージェイズもそこに加わっていると記しドジャースを含めた4球団が異彩の獲得レースを一歩リードしていると見解を綴るその他にテキサス・レンジャーズボストン・レッドソックスサンディエゴ・パドレスシアトル・マリナーズそしてエンジェルスを候補に挙げた大谷以外ではニューヨーク・ヤンキースが不安外とパドレスの獲得に熱心さを示しているドジャースは大谷と山本義信をターゲットにしながらも 今期のサイイヤングショーサワンブレイクスネル、パドレスも気に入っているなど興味深い考察を展開しているまた MLB 公式サイトのエンゼルス版レッド・ボリンジャー記者は「大谷の決断はウィンターミーティングでドミノ効果を生むかもしれない」と題し「大谷の決断が近いことを伝えた」「あと数日で毎年恒例のウィンターミーティングだが大谷翔平の FA がなおも球界最大の話題として続いている」 大谷がこの過程を非常に内密に行っているのは驚きではない。交渉について大谷自身は何も語らず代理人を務めるネズ・バレロ氏は報道陣の前に姿を見せることはなく情報統制を徹底している。そのため状況は不明で米メディアも大谷の去就に関する報道は移籍先の予想や格付けが主流だ。最大の焦点は大谷が何をいつ決断するかだ。 コンオフのメジャーは全体的に市場取引がスローであり多くの球団が大谷の動向を待っているためと考えられている大谷の判断後水門が開く可能性があると同記者契約規模5億ドル約740億円と見込まれる大谷が契約すれば争奪戦に敗れた球団は別のターゲットに動く FA 市場は一気に流動化するだろう 大谷は2017年のウィンターミーティング前にエンゼルスと契約し、22年のレギュラーシーズン終了前に23年の1年3000万ドルに合意したことなどから、大谷は早めの決断を好む傾向があると分析。大谷は近く決断を下す可能性があり、そうなれば世界中の見出しを飾ることになるだろうと期待を込めた。目の離せない1週間になりそうだ。 大物メジャーリーガーの挙手が一気に決まるウィンターミーティング契約金額も含めコンオフにはどんなドラマが待っているのだろうか「大谷翔平約900億円の契約なら驚愕の額が代理人の懐に米スポーツ界の企画外ぶり」「コンオフにフリーエージェント FA となった大谷翔平の挙手が注目を浴びているどのチームに行くのか?」ということも気になるが。 どの程度の契約規模になるかというのも大きな関心事だ現地の報道では最大で10年総額6億ドルという途方もない契約額になるという予想も出ているが実現すれば北米4大スポーツ史上最高額となる契約期間については短期になるという声もある中でどうなるのか読めない部分もあるがいずれにせよ1シーズンの年俸額はマックス・シャーザージャスティン・バーランダー両投手が ともにメッツと結んだ4,333万ドル約64億2,000万円を超えて史上最大のものになるのは間違いなさそうだそして契約額が大きくなればなるほど手にする額が増える代理人のコミッション報酬も気になるところ北米四大スポーツでは NFL と NBA は代理人のコミッションについての上限をそれぞれ年俸の 3%4% と制限しているが MLB に関しては制限がなく一般的に5%が取り分とされている仮に大谷が10年総額6億ドルの契約を結んだとすると単純計算で3000万ドル44億4000万円という巨大な額を受け取ることとなる大谷の代理人を務めるネズバレロ氏が一つの契約としては史上最高のコミッションを手に入れるかも注目すべきポイントだ取り分の多さもあり 代理人の報酬については北米四大スポーツでも野球選手を扱うエージェントが最も潤っている2022年におけるスポーツ選手の代理人のコミッションのランキングは米経済誌「フォーブス」によれば日本でも敏腕として有名なスコット・ボラス氏が1位さらに3位のジョエル・グルフ氏5位のダン・ロザーノ氏などトップ10のうち MLB 勢が5人を占めているなお ボラス氏が2022年に関わった契約の総額は38億ドル約5,627億円で自身のコミッションは1億9,100万ドル約282億8,000万円にまで上るという日本のスポーツ界では到底考えられない額が動いている。またプロスポーツの代理人が受け取るお金は球団との契約だけではなくエンドースメント契約についても関わっており ここでの取り分はその契約額の10%から20%と言われている大谷は今年3月に「フォーブス」が発表したアスリートの収入ランキングで MLB では堂々のトップ3,000万ドル44億4,000万円の年俸に加えグラウンド外でも少なくとも3,500万ドル51億8,000万円を稼ぎ出したとも言われており相場のコミッションが代理人に入るとすればこれも相当な金額となる。 日本はもちろん世界的なアイコンになりつつある大谷は今後スポンサー契約などの収入もさらに増えそうであり代理人の取り分もどこまでも伸びていきそうだワールドシリーズが終了しストーブリーグが動き出してから約1ヶ月大谷に関する具体的な動きは代理人ネズ・バレロ氏の徹底的な情報管理もあり出てこないがどうなるのだろうか今月3日からは球界関係者が一堂に会するウィンターミーティングがスタートするが そこで大谷のが決まるるとも報道されている移籍するチームについてはもちろん契約額がどの程度になるかにも注目したい大谷は野球界のオーロラだ大谷翔平に新たなニックネームが誕生米解説者が史上2人目の快挙を絶賛まさに超常現象だ打者大谷の異次元の活躍ぶりは改めて評価された現地11月30日 MLB は今季最も活躍した DH に贈られるエドガー・マルティネス賞に大谷翔平を3年連続で選出した同賞の3年連続受賞は2003年から5年連続で選ばれたデイビッド・オルティスレッドソックス以来2人目の快挙となった苦労も絶えなかった今シーズンだったが図抜けた打力は証明した8月に右肘側副靭帯を損傷し翌月4日には右脇腹を痛めて完全離脱を余儀なくされ 出場試合数はここ3年で最小の135試合にとどまった。しかし打撃成績は圧巻で44本塁打を放って日本人選手初の本塁打王を獲得したほか打率3割4輪、出塁率4割1分2輪、長打率6割5分4輪 OPS1.066151 安打8三塁打はいずれも DH 選手でトップの数字となった。 苦ししみながらも打者としての異能ぶりを評価されたそんな大谷の企画会社に現地の指揮者たちも改めて脱帽している元アスレティックスの投手で現在はベスポーツ専門局 NBC スポーツの解説を務めているダラス・ブレイデン氏は自身の X 旧 Twitter に大谷は私が知る限りこの世界で最高の野球技術が詰め込まれたパッケージであると指摘 さらに独特の表現で二刀流スターの才覚を称えた彼は毎年のように圧倒的な攻撃力を評価される表彰球界で最高の投手を表彰するような話題に上がるそしていいかい彼は満場一致の MVP を二度も受賞しているんだまさに頂上現象だ翔平大谷は野球界のオーロラです異次元やユニコーンは大谷の圧倒的な活躍を表現する上でたびたび用いられてきた がしかし野球界のオーロラとは何たるパワーワードだろうか投打で違いを見せ続ける彼の凄みを表現する上ではぴったりと言えよう最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします